タニタ健康づくりセミナーへようこそ。私タニタの小西と申します。本日はタニタコア技術研究所顧問をしてくださっている女子栄養大学栄養学部教授の植西先生にお話を伺いたいと思います。植西先生は栄養学や骨とカルシウムの研究を専門にされています。本日は骨に関することをお聞きしたいと思います。植西先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回の話で間違ったダイエットは骨にも影響を及ぼすと伺ったのですが、それは一体どうしてでしょうか？はい、どうしても食事制限をしてしまうとカルシウムやビタミン D といった骨に重要な栄養素も足りなくなってしまいますよね。でそうすると骨からカルシウムが抜けてきて骨がスカスカになってしまう、すなわち骨粗鬆症になっていくということです。また骨がスカスカになると一体どうなってしまうのでしょうか？カルシウムっていうのは、ほとんどが骨にあるので、皆さんはそのカルシウムは骨を作るというふうに思われていると思うんですけれども、実はそのカルシウムっていうのは骨を作る以外に、体のこう様々な機能を調節する働きをしています。つまりカルシウムがないと生きていけないんです。じゃあ骨は何をしているかっていうと、今こう座って姿勢を支えてますけれども、体を支えたり、あるいはこう重要な臓器を保護したり、いろいろなその骨の働きがあるんですけれども、一番重要な骨の働きはカルシウムの供給源なんです。カルシウムがないと生きていけないですよね。でカルシウムが不足してしまうと困るので、不足した時にカルシウムを供給するっていう働きが骨の重要な働き でどんどん骨からカルシウムが出ていってしまうとスカスカになって、で折れやすく骨折しやすくなってしまうということになります。はい、このグラフはですね、横軸が年齢なんですね。で今、人生100年時代ですから100歳まで書いてあるんですけれども、で、縦軸が骨密度あるいは骨の中のカルシウムの量だと思ってください。で生まれた時っていうのはそんなにないんですけれども、成長とともにずっと骨密度が高くなっていて、だいたい20歳ぐらいがピークだと言われています。でそれから40歳ぐらいまではその値を維持するんですけれども、そこから先はどんどんどうしても減ってきてしまうと。でそれがある程度減ってしまうと骨粗鬆症というふうになります。ですから若い時は骨は充実してるんですけれども、だんだんこうスカスカになっていってしまうんですけれども、ダイエットなんかをすると若い時から骨がスカスカになってしまいますよということです。骨粗鬆症の予防についてお伺いしたいです。はい、骨粗鬆症って聞くとやっぱり高齢者の病気っていうイメージがあると思うんですけれども、実はですね、一番重要なのは先ほどのグラフでも出てきましたけれども、成長期にできるだけ骨密度を高くする、骨量を増やすっていうことが重要ですね。まずこれが一番です。それから成人期はほぼこう一定なんですけれども、そういう状況でもダイエットなんかをすると減り始めますから、できるだけ減らさない、できれば増やすようにしていただくと一番いいんですけれども、減らさないということがすごく重要ですね。それから女性の場合は閉経っていうのがありますけれども、閉経期にどうしても女性ホルモンがなくなることで骨量の減少がこう著しくなるんですけれども、そこの減少をできるだけ抑えるということが重要。それから高齢者になってしまうと、どうしてももう皆さん骨がスカスカになっている方が多いんですけれども、最終的に骨折しなければいいというふうに考えると、骨粗鬆症を予防するっていうよりも骨折を予防するということが重要になると思います。若い時から成人期、それから閉経期、高齢期を通して、骨量をできるだけ高めてそれを維持するっていうことが重要なんですけれども、そのためにはじゃあカルシウム取ればいいですかっていうことなんですけれども、一番はカルシウムではなくて、まず全身の栄養状態を良くするということなので、エネルギーも必要ですし、特にタンパク質なんかすごく重要なんですね。ですからバランスの良い食事というのを取っていただいて、その次にカルシウムとかビタミン D っていうような骨に重要な栄養素を取ると。それからもう一つ大事なことはですね、ただ食べてるだけでは骨は強くならないので、できるだけ骨に刺激を与えるということで、運動ですね。これは特にスポーツっていうふうに考えなくて結構ですので、歩くとかですね、ウォーキング、ジョギングなんかでも結構です。それから階段の上り下りなんかでもいいので、できるだけ骨に刺激を与えていただきたいと思います。具体的にカルシウムは1日あたりどのぐらい取るのが望ましいでしょうか？
はい、成人男性では 700mg、 成人女性で 650mg というのが言われているんですけれども、近年はですね、どうしても足りないし、だん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 こう減ってきているような状況にあります。実際に今自分がどれぐらいのカルシウムを取っているのかっていうのがちょっとよくわからないんですけど、それがわかる方法ってありますか？はい、食事記録を取ったりですね、すごく大変なことをしないといけないんですけれども、簡単にカルシウムの摂取量がわかるチェック表がありますので、今日はこれをやっていただこうと思います。ちょっと記入してみてください。はい、はい、ありがとうございます。書いてみます。先生できました。見てください。はい、じゃあちょっと拝見します。お願いします。これはですね、それぞれの項目で点数がありますよね、はい、でこの点数を合計していただくんですけれども、合計点数7点となってますね、はい、で先ほど、女性は 650mg カルシウムを取りましょうという話がありましたけれども、はい、この7点をですね、合計点数を40倍していただく、それが今のカルシウムの摂取量なので、はい、7×40 ですから 280mg、650取らないといけないところを 280mg しか取れてないということで、はい、半分以下ということなので、少しカルシウムの摂取を意識していただいた方がいいかなと思います。はい、頑張ります。カルシウムがたくさん含まれている骨にいい食品というのは具体的にどんなものがありますか？はい、先ほどのチェック表に並んでたものなんですけれども、はい、一番は牛乳、乳製品ですね。それから、骨まで食べることのできる小魚、はい、それから、緑黄色野菜ですけど、これはもう緑の葉っぱの野菜というふうに覚えていただけるといいと思います、はい、それから大豆とか大豆製品、そういうものがカルシウムの供給源になります。でも一番いいのは牛乳、乳製品、はい、先生、実は私牛乳のアレルギーを持っておりまして、牛乳が苦手な人とかアレルギーを持っている人はどのような摂取がおすすめとかありますか？そうですね、牛乳、乳製品いいんですけれども、アレルギーで食べれないっていうことであれば、小魚、大豆、野菜っていうようなもので補わないといけないということになります、はい、ただ牛乳の場合はですね、アレルギーじゃなくて、飲むとお腹がゴロゴロするとかですね、そういう方もたくさんいらっしゃるんですけれども、その場合は牛乳ではなくてヨーグルトとかチーズっていうような乳製品を取っていただくといいと思います。それからですね、カルシウムっていうのは実は一生懸命食べても消化管での吸収率が低いんですね。あまりこう吸収されない栄養素なんですけれども、その吸収を助けてくれるのがビタミン D という栄養素で、すごく重要なんですけれども、今日本人、女性特にですけれども、ビタミン D の栄養状態が非常に悪いということが分かってきていて、でそれはどうしてかっていうとですね、まずビタミン D の多い食品の摂取が少ない。ビタミン D っていうのは魚がこう一番の供給源なんですけれども、魚の摂取量がだん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 減ってきています。それからもう一つはですね、紫外線に当たると皮膚でできるんですけれども、今やっぱり女性は紫外線を嫌ってますよね。そうですね、日焼けしたくないとか思っちゃいます、はい、で顔とか首はもちろんですけども、手も足もみんなこう塗ってる。でそうすると今の化粧品非常に優秀なので、塗ってしまうと紫外線が当たっても皮膚でビタミン D ができないので、少し手とか足とか、できれば手のひらでもいいんですけども、そういうところに紫外線を当ててあげるとビタミン D ができるんです、はい、ですので、カルシウムとビタミン D っていうのを意識していただくといいと思います、ビタミン D なんですけれども、カルシウムの吸収を良くして骨を強くするっていうことは以前から分かってるんですけれども、最近はですね、筋肉にも、関係している筋力を維持するとかですね、でその結果、転倒の予防効果があるっていうのが分かっています。でこのグラフはですね、血液の中のビタミン D を測定しているんですけれども、ビタミン D の濃度が低い人の方が転倒の回数が多いんですね。で転倒すると骨折してしまうということになりますから、転倒を避けるっていう意味でもビタミン D というのはすごく重要な栄養素になります。以前インスタント食品は骨に悪いといったことを聞いたことがあるのですが、それは本当ですか？インスタント食品の中にはリンがたくさん入っているんですね。でこのリンっていう栄養素は実は私たちの健康のためには欠かすことはできないんですけれども、どうしてもこう取りすぎてしまう
で取りすぎるとカルシウムとリンがこうくっついてしまってカルシウムの吸収をこう阻害するというふうに言われているんですけれども、今のインスタント食品ってすごくこう優秀になってきていろんなビタミンが入ってたりですねしてるので、インスタント食品ばっかり食べるっていうのは良くないかもしれないですけれどもその食生活の中にインスタント食品を取り入れるっていうことは決して悪いことではないですからインスタント食品も含んだ中で全体的にバランスの良い食事っていうのを心がけていただくといいと思います。なるほど、取りすぎは良くないということですか、はい、そうです。それではですね最後に骨を豊かにするための4箇条というのをご紹介します。まずは、1番バランスの良い食事、はい、それから2番がですね適度な運動をする、はい、それから3番太陽の光を浴びてください、それから4番十分な睡眠をとりましょう、はい、特に子どもたちは重要です、はいはい、なるほど。先生今日はありがとうございました。食事運動と睡眠と日光浴この4か条を大切にしながら強い骨太人生を生きていけるように頑張りたいと思います。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。